まずこの企画の説明から。この企画はエイペックスに実在する醜いクソ武器スキンだけを使ってハンマーを取るという企画。今まで2本の動画にわたってチャレンジしてきたこの企画でしたが、未だハンマーは取ることはできておりません。ということで今回はその企画の第3弾。ルールはたったの1つ、スコープは絶対に使ってはいけないということ。つまり遠距離からのチュンチュン攻撃は一切なし。がしかし今回は一味違うある作戦を用意してきたので、ぜひお楽しみに。バツナイで初号機発進。テーテレテレテレテーテレテレテレテーン。ブーン。バーン。バー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 ン。デンデンデン。ガラガラガラガチャガチャガチャ。あー、スリーオーバン。ガガガガガ。あー、爆弾。あー、エルサー。エムもよろしいことで。あ、よくないよくないよくない。こうだよね、確か。あーもうダメだ。ほらもう盾役者。さあ皆さんご覧あれ、見つけました。とうとうこれです。今回使っていくウィングマンは砲の番人。ないんかい。待って、あバカ、もうなんでないんかい。こっちもごめんね、ごめん。なんで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 。あーエーペックス部屋にワンちゃんいない。あ、別の部屋ですね、今。うちに来た時は、一切もなってない。2ヶ月ぐらい、生まれて2ヶ月か1ヶ月くらいの時なんで、めちゃくちゃ小さくて、本当にもう、握り潰せる、あ、潰したんですけど、てっきりね、俺、まべしまかなと思ったのよ。それからね、あ何ヶ月か経って、1年、いや、10ヶ月くらい経ったらね、まあ、どう、みるみる大きくなっていって、まあ、どう、感度が大きくなっていって、ガバガバ食うし、いつの間にかバカでかなって、これはね、芝、豆芝ではない。豆芝ではない。で、辛いのが、市役所か何かにね、言うじゃないですか。ペットを飼ったら、飼いました的なやつを送りに行くんすよ。その時に、間違えてというか、生まれたすぐなんで、芝犬って書きゃよかったのに、豆芝って、書いた気がすんのよね。その説は、市役所の方、すみませんでした。犬ってやべえよな。コンテンツとして。超優秀やと。俺、レプリケーターかい。後ろの方の動画の最後の方を編集するとき。あ、俺タレント見やすいんでね、今回使いません。うん、たまらくもらって帰ります。そうでした。そうでした。いいね。新しいだよ。エコーの方がロケーションがいいね。エコロケーションだね。ははー。アイアンサイト、ギュッ。これで取れまへん。あっち敵おんねん。あー、とんでもねえ。手元ぶっ最高。武器なんてね、甘えてらね、あんた弱くなるよ。あんた弱くなっちゃうよ。あんたね、フィニッシャーして尺ダメージを確実に稼ぐ練習する。オッケー。ごめん、俺誰だ使っちゃうよ。アイアムキューリーダー、逃げろ。もうあえて攻める。あ、誘導する感覚にしてますね。お前これ勝った方がいいぞって言うんじゃなくて、いや、これはね、これは買わないんだっていう。強い味方あるある。一人でどっか行って死んでくる。大体マスター起動。あざす。飛んでもって、即抜け。あざす。ありがとうございました。証明完了です。お前だったら一人でやれ。一人でエーペックスしろ。変に取るよ、くんな。ウィシオになっとった。一人でラリック突っ込んで。走行進で帰ってくるだけ。ロビーに帰る前に俺たちに残していくピンピン連打。謎の敵ピン行ってみたら、ただの敵の誤操作で草。 Sorry my mouth is broken。 そんなお前知らんがな。あ、本日の配信のお供はあれですね、カルピス。あのさ、大学にカルピスの銀液だけを飲んでるやつがおったのよ。で、予言の授業やったんですけど、予言の授業 で大学の席に行くじゃないですか、教室に。あーと思って、で、横に座ったやつが、ほぼ初対面のやつで、ちょっと友達になろうかなってことで、おいやーつって話しかけて、そいつ、手に持ってたのが、まさかのね、カルピスの原液やったのよ。ええー、と思って。まあ、でもね、まあ、いいかと思って、いや、でもいい、よくないんやけど、え、お前それ原液で飲むつもりじゃないよねって、中になんか、さすがにね、薄めたものを原液の器に入れてんのかなと思って、と思って聞いたら、いや、これ、原液。え？原液自体も飲むの？あなたは。あなた、私、原液を飲むの。え、死ぬぞ！この世には、原液を飲む人がいます。お気をつけください。大体やばいやつです。ここならいいでしょう。お願いしまーす。かけた。
これで決まったらいい。オッケーオッケーオッケー、ダメいい感じね、おい。でもダメいい感じ、たまなさすぎ。オッケーオーライ、構え。こっち絶対います、こっち絶対います。ありがとうございました。たー、あー出した。待って邪魔しないで。あ、くそ。いやー、ナイス、強すぎや、強すぎや。待って、これね、ダバンあるぞ。あー、いいな、ダメージ丸を稼ぎたい。はい、かい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 、さか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 ごめんなんでやー、あったなー今ー、バカー。待て、今ロングボーあった、来た、ロングボー、ロングボー使います。はい、ここで今回の作戦を紹介します。それが今手にしたこのロングボーを使うということ。ロングボーといえば遠距離武器、遠距離武器といえば効率よくダメージを稼ぐことができる。この作戦を本企画でも採用しようというわけ。え、でもサイトは使ってはいけないのでは。うん、その通り。 SR といえばスコープ、これを使わずして遠距離を戦うなんてもうナンセンス、言語道断。では SR でスコープを使わずして遠距離の敵にダメージを与える方法とは、そう、ゴリ押す。はい、あのノースコープで頑張ります。どれだけ遠い敵でも無理やりノースコープで戦う。今回はこの企画でハンマーを目指していきますので、ぜひともご注目ください。あと10体ちょっと待って、おめえチャーレ使ってんけ。あれー、ちょっと飛びすぎかもしらん。ちょっと待って、ガチで見せれや。え、ロングボーってあやさとこんな目につらいんだ。お前のやつを見れんしよう。これーあっ、あー、星5来た。オッケーオッケー、おーかかかか、おい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 、くそ、当たらなすぎる。スコープって大事です、スナイパーにおいて。おーかかかかか、あいつら勘違いなんだよな、おめえら、おめえら勘違いなんだけど大丈夫そうですか。あー、待って、俺も勘違いでも時間の問題でこれダマン取れるよ。ハンマーも取れない、ザコは黙っとけマジで。お願い、自然通れ。くそ、待って、マジでもうごめん。オッケーオッケーオッケー、うどんいないね。おい、いいんだよ、もうキルなんていらねえからよ、格殺のダメージだけくれ。おいおい、おお、やばい、飛んでけー、ピンさん。一旦こっち警戒しとこう。やばい、レッカーボール来た。オッケー、当たれ。ああ、待って、俺とキルさせてくれ、俺とキルやってください、任せろ、あるぞこれ、あとせピンさん。オッケーオッケー、了解了解、一旦ここで1000ダメージまで持っていきたい。距離感を保ちつつアンチの方向いきましょう。あー、クソグラップル、あー絶対取れたかった、あのダメージ。オッケー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 、調子良すぎ。一旦1000ダメ100超えました。あれはデコイですか。はい、あれはデコイです。あ、これチャンス来た、やった、100ダメ、サンキュー、100ダメ、サンキュー。おいす、あれはデコイですか。はい、あれはデコイです。ごめん、当たらんか、わからんわ。ちょっと行って、デレッデレン、55だけ稼いだ。でもでかいからな。オッケーオッケー、うん、全部外した今。やばい、あ、待って、ドームプリーズ。はぁ、危ない、怖い、開けんな開けんな。さあ線を増やすぞ。オーケーオーケー、あばい、隠させられたかった、バカバカロー、バカロー。
あ、待って、マスティフォー、ドームプリーズ。そのホライゾンさえ止めたらね、あるよ。やばい、ジビーが、あー、ジビー、あー、ニーだ。くっそー、マスティフ強えよ。おい、ダメージはどうなったんだ。おい、あー、なってる。やった、ハンマー来た。配信開始、30分です。完了。あたした、あたす、どうも、ハンマー取りました。まあ、ハンマー取れたってことは、まあ、次ダブーハン、無理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 無